どうもワッキーです。本日は、こちらにやってきました。油そばで有名な、春日亭さんにやってきました。まあ、今回はね、こちらね、明大前店なんですけど、明大前店限定の、油そばがあるということでね、ちょっとねこちら3月いっぱいまでなんで今回食べに、やってきました。まあ、春日亭さんはねもう大食いメニューが多くてね、大食いファイターさんとかね、皆さん YouTuber でも結構いろんな方が挑戦してるんですけれども、まあ、僕はね普通の量でね美味しくいただきたいと思ってますんで。それでは春日亭明大前店さん限定の油そば食べていきたいと思います。いやー、今ですね春日亭の、担々油そば、食べてきました。辛さがね1から3まであって、でまあ初めてってことでね1を店員さんにおすすめされて、で1食べたんですけどね、1でも結構辛かったんで3は相当辛いと思います。春日亭さんのね鶏豚油そばね、看板商品あるんですけど、まああれを彷彿させるような感じで、でなおかつね担々麺をねこう味わえたという感じでね、まあ、明大前店限定なんでね、ここでしか食べれない油そばなんですけれども、それでなんとですね、今春日亭さんの全店舗の代表の方がたまたまこの明大前店さんに視察かわかんないですけど来られたみたいで、今ちょうどお会いして、でなんかワッキー TV にもちょっと一言出たいということなんで、ちょっと今ね挨拶いただこうかなと思いまして。どうもはじめまして。タンタンを食べに来てくれたということで、はい、限定ですので、まあ、2年前やってたんですけど、
ぜひもう一度あの味を食べたいということで復刻しました。で今月末までなのでオーダー率によってはまた限定が来るかもしれませんけど、はい、ぜひ皆さん食べに足運んでください。1だったんですけど今日辛かったんで。辛いですよね、はい、僕もこれその2月15日からやってる、はい、ですもう一回も味チェックした時に、はい、あれちょっとこんな辛かったっけなと思ってでもやっぱりちょっとこれぐらい辛くないとダメかなと思って、まあそうですね、刺激があったこれでいこうっていうことで、あ、はい、そうですね、前回よりちょっと辛いかもしれないです結構1でも辛かったんで、はい、初めての方は1がいいかなと思いますけど、3まであるのかな。そうですね、3まであるということですので、はいはい、ぜひ、はい、あの明大前店さんですね、はい、限定なんでぜひねあのお近くにお立ち寄りの際は、ね、食べに来てみてはいかがでしょうか。はい、はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも Twitter、Facebook、Instagram もやっていますのでそちらもぜひよろしくお願いします。あとこのワッキー TV の動画を見て面白かった、自分もやってみたい、行ってみたいと思っていただければ高評価ボタン、それとコメント等もいただければ嬉しいです。最後にまだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。